F 時間を超越する方法。仏教の従前界を守れということからして普通の人にはかなり困難なことに思われるかもしれません初めから高い境地を目指すことは我々のような凡人には到底無理なことですしかし諦める必要はありません今すぐ例えば明日から聖人君子にならなければならないなどと 焦る必要はありません長い時間をかけて精神療法を継続していけば少しずつ心が変化していつかは十全会が守れるような高い境地になれるはずです例えば今日からマイナスの言葉は一切口にせずプラスの言葉だけを口にするように心がけるだけでも心は変化していきます1から2ヶ月では 何の変化も見られませんが1年経てば必ず目に見える効果がありますですから何年いや何十年いや何百年さらに何千年何万年何億年かけても実行しようとする根気が大切です日本人は昔から短期で損をしていますお隣の中国などは大陸にあり国が広いせいか 思考法が雄大氏のんびりしています「の今巨大な」「魚」「や方巨大な鳥」そして「万里の長城」や「白髪三千条」など超巨大な表現が多く万次日本に比較してのんびりしていますしかしこんなのんびりした中国に日本は結果的には大東亜戦争で敗れたのですのんびりとしていた方が 最終的には強いのです。仏教発祥の地であるインドなどはさらにのんびりしています。四季折々の気候や風景が様々に変化する活動的な日本と違い、インドの夏は殺人的に暑くて何もできないので、少しは涼しい木陰でぼーっと座って瞑想をしているうちに生まれたのがヒンズー教や仏教などのインドの宗教です。仏教に 高校という時間単位があります。これは古代インドの軍隊の像が1日に歩く距離1 0キロから2 0キロくらいかを一辺とする大きな立方体の岩山をまず考えます。これには世界最高峰のエベレストも及びません。この岩山に100年に一度天上界から天女が降りてきてその衣がふわりと岩山をなでるとします。 この天女の衣が岩をなでることにより岩がすり減って消滅するまでの時間が一項です。天文学の光年光が1年間に走る距離で9兆4670億 km という距離単位に似ているともいえます。仏教では人間がこのシャバ世界に生まれ仏教というありがたい教えを学ぶ機会に恵まれそれをある程度理解して信仰して修行し 初歩的な悟りののの段階にに到達すするる時間がかかるとしていますインドでは人間は輪廻転生すると考えられていますから初歩的な悟りに至るまで一体何回生まれ変わりを繰り返すことになるのか想像もつきません我々のような凡人はすぐに高尚な境地に到達しようなどと焦る必要はありません 時間を度外視すなわち超越して何千回いや何万回と生まれ変わりを繰り返し何百光の時間をかけてゆっくり悟りに到達すればそれでよしとのんびり構えていればいいのです癌などの難病にかかり現代の医学的な常識からはあまり長くは生きられないという立場にあっても時間という感覚がなくなってしまう状態すなわち時間を超越すれば何も 怖いことはありせんすなわち人間は輪廻転生するから永遠の命を持つと考えさらにそのように思い込めばいいのです確固たる学問的な根拠など必要ありません単なる思い込みでいいのです日本では多くの人が死ねば全てが消滅すると考えていますしかしインドでは多くの人が 人間を含むあらゆる生き物は生まれ変わりを繰り返す、すなわち輪廻転生すると考えています。欧米のキリスト教徒の多くは、死ねば神の下に、すなわち天国に生まれ変わると考えています。どれが正しいかはわからないのです。わからないのなら、人間は死んでも生まれ変わり、永遠の生命を持つと考えた方が精神衛生上良さそうです。 そんなことは非科学的であるという反論が出そうですが現代科学では初めに述べたように生まれ変わりの問題は測定不可能な問題で科学的な方法論で結論を出したりできる性質の問題ではないのですだったらとりあえずくだらない理屈はこねないで人間の生命は永遠であると思い込めばいいのですそのうち精神的な境地が向上すれば 自ずと結論が出るだろう意にのんびり構えていればスストレスもたまりません考え様によってはたとえがんを完全に治して健康体になったとしても人間いつかは死ぬわけですから人生とは死亡率100%の病気であるとも言えますまた人生など死んであの世へ行くまで暇つぶしであると気楽に考えればストレスも感じなくなります 死んでから行く天国など、蓮の花の上で、毎日座禅を組んでいなければならない、意外につまらないところかもしれません。昔読んだ漫画に、死んで天国へ行ったら、毎日が退屈で死にそうになり、地獄の方が良かったと嘆く男の話を読んだことがありますが、これなども、焦って緊張し、戒律や規則づくめの生活をしても、あまり益のないことを示しています。 高齢になっても新しいことを習い始める人は多くいます中には学校に入る人もいますこのような人はみんな心の中で時間を超越している人たちです居直って時間を超越すればこの世に怖いものはなくなるのです